北近江の一戦後、光秀と共に織田に仕官した鹿之助は尼子家を再興するため日々精力的に動いていた。京に身を潜めていた尼子勝久を擁立した鹿之助は各地に散らばっていた尼子家の旧臣を集わせる。戦力を整え主家再興の機が熟したと考えた鹿之助は光秀に協力を仰ぎ、信長に出雲への侵攻を嘆願した。尼子再興運動。毛利への牽制は天下一心にとって有益ならば行くがよい。光秀、鹿之助の援護はお前に任せる。うわ、本当ですか？ありがとうございます。必ず出雲を毛利から取り返して。待て待て待て、話は聞かせてもらったぜ。その戦俺も出る。いいだろ親父。ならん。お前が前線に出たとて枷となるだけだ。なんでだよ、必ず役に立ってみせるって。どうして親父は俺を。なら三月は勝久様の守りに加わってくれ。それなら最前線へ出ることはないはずだ。信長殿、責任は全て俺が取る。三月の意思を尊重してやれないだろうか。好きにせよ。ごめんな二人とも、説得してもらった分必ず役に立つからさ。気にするな。大切な人の役に立ちたいって気持ち俺にもすっごくわかるから、一緒に頑張ろう美月。なるほどな、じゃあ俺も動くとするか。よし、俺の出番だな。共に強くなろう鹿之助。毛利の手から取り返す。この奇襲作戦必ず成功させるぞ。まずはあの花の段を制圧しよう。よし行くぞ。鹿之助の大願を叶えるためにも俺の力余さず振るわねばな。総大将の勝久様をお守りしながら俺の光秀を要に毛利を突き崩すぞ。裏道が毛利に塞がれてるな。それなら壊して突き進むだけだ。頼む、この門を開けてくれぬか。もう毛利は見限った。尼子にくだらせてくれ。開門。刻まれろ。誰と降伏して参ったか。門を開けてやる。この地は尼子が制圧したぞ。よし出てこい。お前たち裏道の開通頼んだからな。あいつらを倒されちゃ裏道は使えない。何としても守り抜かなきゃな。
かったな。お命ちょうだい。承知した。パス。貴様、はかったな。テッサ、オリメ、卑怯な手を。敵陣への侵入がこうもたやすいとは。進め、狙うは勝久の首ただ一つぞ。見せてやる。まずいな。見せてやる。奴らの進軍、急ぎ阻止せねば。よし、これで裏道を使えるようになるぞ。見せてやる。道は開けた。全軍進め。首洗って待ってろよ、ジェイさん。敵将、切り伏せた。フルは何だか。お見事にございますな。手を見せてやる。毛利の騎手ならずだ。暴進とやらも爪が甘いと見える。なんとか助かったようだ。この手を恩の戯れにする。二の手を用意せよ。黙れろ。まだ倒し足りない。決まった。どうだ。その凄まじき執念こそ鹿之助の神髄か。黙れろ。より本丸へ侵入した模様。そうですか。雨子の皆さん、想像以上に震われますね。待ちくたびれたぞ、雨子の視界。これより雨子狩りを行う。皆一様に震え。この奇襲も読まれてたってのか。短期がけとは敵ながらあっぱれです。どうだ。俺から逃げられると思ったか。皆様、申し訳ありません。なんと目覚ましきご活躍。
向こう水のアホか、はたまた刻まれろ、食らえ、終わらせる。本丸の敵を打ち果たす。我ら突き進むのみぞ。あいつら、鹿之助が危ない、さっさと倒すぞ。敵襲か、我らがやられては高影様の策がならん。迎え撃て。承知した。案の定忍びが潜んでおったか。残らず穿たねば。読みどおり本丸に気を取られた。行け、総大将の祝福をあげる。黙れろ。くそ、後ろを突かれたか。勝久様を守らねえと。よし、なんとか福兵は倒せたな。みんな、まだまだ踏ん張ってくぞ。助があんなに頑張ってるんだ。でも自分の役目を果たさないと。しかい、戦場の獣がお主だけだと思うたか。甘いな、毛利の夫人に隙はない。見せてやる。もはや雨子に合算戸田城は奪えません。わしらの大手と相なる。やっぱり俺じゃ毛利には。せめてみんな、勝久様を連れて逃げてくれ。俺は残って毛利を食い止める。心配すんな、必ず戻るよ。約束だ。みんな撤退を始めよう。鹿之助の息を無駄にしてはならぬ。勝利条件変更。敵がいては退却もままならぬ。雨子の殿様に帰ってきてもらいたかったが、オラたちじゃどうにもなんねえか。貴様れろ。こうもたやすく破られては忍びも刀なしだな。鹿之助、一人戦場に残るのか。ならば俺たちもお前の覚悟に応えよう。何をする、離せ。おお、ありがたい。これで退却できよう。勝久様、この基地を共に脱しましょうぞ。よし、策を実行に移す。晴れましをあげろ。奴らを決して通すなよ。見せてやる。父上曰く、私の策がこたびの戦の要だとか。その期待、しっかり応えてみせますよ。退路を封じているのか。急ぎ切り伏せねば。そう簡単に通してやるものか。弓兵よ、放て。俺に任せろ。これでは退却がままならない。急ぎ退路を塞ぐ武将を倒さねば。忍びたちがやられただと。へえ、なかなかやるじゃないか。
俺の全てで俺はまだ強くなれる。よう、火星が欲しいんじゃねえか。力を持て余した忍びがここに一人いるぜ。おもちさん、ありがとう。助かるよ。くそ、俺がもっと頑張ってりゃ鹿之助が苦しむこともなかったのに。おじい、感謝いたしますぞ。生き恥をさらそうとは。俺から逃げられると思ったか。聞かせていただこう。お見事にございますな。黙れろ。もはやどうにもならぬか。フルはなんだか。そこをどけ坊ちゃん。戦嫌いは部屋にこもって書物でも読んでな。うるさいやつ。承知した。そりゃできることならそうしたいさ。ただ父上にどうしてもとせがまれてね。私の策が必要とあらば仕方ないだろう。へえ、そうか。じいさん、何操ってんの。天下無双か。嬉しいもんだな。使える主が違えばこのような事態には皆すまぬ。鹿之助、俺は信じているぞ。少しは落ち着いたか、美月。落ち着けるもんか。俺のせいだ。俺のせいで雨子の人たちも鹿之助も。やっぱり親父の言う通りだったな。俺は結局みんなの足を引っ張ることしか。ならば今から強くなればいい。自らの弱さと向き合える美月ならば必ず強くなれる。光秀さん、なんでそんなに冷静でいられるんだ。鹿之助がこんなことになって辛くないわけないのに。俺は鹿之助を信じている。あいつは約束を果たさずして死ぬような男ではない。だからお前も強くあれ、見つけ。そのための鍛錬ならば俺はいくらでも力を貸そう。うん、ありがとう光秀さん。報告ご苦労。下がってよい。して何用だ三太夫。おっと、気づかれていましたか。こたびの毛利戦、美月が無事で何よりでしたな。三太夫、お前は独断で助太刀に参じたようだな。俺に気を利かせたつもりか。いや、滅相もございません。俺はただ先達の忍びとして美月の青さが愛しくて。雑談に興じる意図もはない。用がないのであれば下がれ三太夫。おっと、これは失礼。では俺はこれにて。美月のことはこれからも目をかけておきますよ。